人はいきなり予想だにしない行動を取ることがあります。今回紹介するのは、いきなり20人以上の人の命を奪いました。その男の名前は、アダム・ランザ。彼は1992年4月22日、アメリカ・ニューハンプシャーで生まれました。ランザは高校までの成績は優秀で、周りから天才と言われていたそうです。その裏では母親からの厳しい勉強を強要されていました。厳しい家庭がゆえか、ランザは内向的で神経質だったようです。学校でも活発に友達と遊ぶタイプではなく、ビデオゲームのクラブで遊んでいました。そして2012年12月14日に、いきなり自宅で母親の顔面に銃を撃ち殺害。そのまま車でサンディフック小学校へ乗り込みました。乗り込んだ時間は午前9時過ぎ頃、ランザは校舎内で銃を乱射します。すぐに通報され警察、スワットが突入しました。10時には被害が甚大になっていました。この時にはランザは自ら命を絶っていました。この銃乱射により26人が亡くなりました。この時、ランザは兄の身分証明書を持っており、兄が疑われてしまいました。そして自宅で母親の遺体が発見され、ランザの兄の家に警察が向かいました。しかし、ランザの兄にはアリバイがあったため、ランザが犯人だと判明しました。翌日の12月15日に、ランザの犯行動機が判明したと発表されたが、内容までは明かされませんでした。兄によると、ランザには人格障害があったかのように感じていたそうです。実は、ランザは大量殺人や銃器に対して強い興味があり、パソコンからは様々な事件や銃器の動画、残酷な映画やゲームが発見されました。厳しい勉強を強いられていたランザにとってのストレス発散方法が残酷なコンテンツだったのでしょう。そして何かの拍子にタカが外れて銃乱射事件を起こしたのでしょう。実は事件前に、そんなランザを見た母親は精神病院に無理やり入院させようとしていたようで、その腹立ちからタカが外れた可能性がありますが、結局、犯行動機はわかりませんでした。この事件の時の大統領はオバマ大統領で、今日、心が引き裂かれるような悲しい事件が起こった、と涙を流してコメントしたが、銃の規制は行われませんでした。アメリカの家庭にはほぼ銃が置いてあり、誰でも命を奪う道具が身近にある環境です。アメリカではクライム、犯罪、番組が人気で、その内容に興奮する人もたくさんいます。ランザが興味を持つのも不思議ではありません。自分にもこんなことができるかもしれない、と考えるのは自然の流れかもしれません。しかし人間には理性があり、犯罪はしてはいけないとストッパーがかかります。しかし、ランザはストッパーが外れたのでしょう。無敵の人、になってしまえば行動は早いです。ただ、ランザのストッパーが緩かったのか、他にも犯行理由があったのかはわからず、自前です。では、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。ではまた。